い、皆さんこんばんはです。ゆりいか研究所 YouTube チャンネル登録者数1000人突破しました。本当にありがとうございます。研究所研究員の皆さん本当にありがとうございます。本当にいろんなことがありましたが、これからももっともっと YouTube 頑張っていきたいと思っておりますので、末永く応援をよろしくお願いいたします。それではまた、この動画の最後に告知もあるので、ぜひ最後まで見てください。それでは今回の研究材料はまたもやこちら。そうなんです、実はこちらね、ハンマーもう一つちょっと失敗してしまったんですけど、ドライヤーね難しかったです。だって右手でドライバーつくつくこう使ってたらさ、こう飛んでいろんなもの飛んでいっちゃうし、こうでぐにょっと折れてしまったりとかしたんですけども、なぜもうリベンジなのかというと、そうなんです、そもそもこの武器セットは私がキューキットガンダムさんと今風キットのガンダムさんのミキシングしている、まあ、今度たい焼き食べたいさんの鑑賞会に向けて作っているガンダムさんがあるんですけども、その子にねちょっとキューキット使っているところが顔だけなので、まあ、武器も使えたらいいなということだったんですけど、そうなんですよね、バズーカはそもそも吸い取るんやっていう話なんですよね。なのでそれならば、せっかくこの武器セット作ったならば、やっぱりこのハンマーを使うしかないのです。ということで失敗は許されないのですが、このガンダムハンマー、ガンダムさんに持たせてあげられるように曲げてみたいと思います。松田姉さん狙ってるでしょ、かわいい。こっち見て、こっちこっち、小松野さんはクールだから。それでは研究開始。はい、ということで武器セットのガンダムハンマー、早速リベンジとなります。というのもですね、このミキシングガンダムさん旧キットと、あと今風のキットのミキシング鑑賞会、たい焼き食べたいさん主催の鑑賞会に向けて作ってるんですけど、バズーカね、この間の動画では塗装もしてたんですけど、そもそもついてるので、この武器セットならばやっぱりこのハンマー使わないとなということで、コメントでも教えていただいてました。ろうそくを使って、めっちゃ熱が大丈夫かな、頑張って曲げていきたいと思います。この子に持たせられるように。いけるかな、あ、すごい、あ、そういう、おお、すごい、めっちゃ思ったよりもむにゅっといった、すごい。これちょっとしばらく固まらせた方がいいですよね。アロマキャンドル、うおーすごい、見てー、ぐにゅっと、いけそうかな、もうチェーン、もう持たすとこはもうチェーンでいいや、よいしょ、で、うわー、ここかがあればいいんだろう。いやでも分かんない。なんかね、来る瞬間があるんですけど、あとはこの辺を。わあ難しい。いやでもこう
怖いね。これまた折れてるんですよ、2回ね。ちょっと避けて。違う、こう、ちょっと難しい。あなたしかも逆だった。こうか、よいしょ。これの私の髪の毛が燃えてしまいそう。ちょっと待って、今怖いからもうこの辺つけずにいきます。ごめんなさい。よいしょ。こうして、あ、おいけるかな、いけると思う。気持ち広げたい。いや、もうこれでいきましょう。はい、こんな感じでできました。ではちょっとこれも塗装していきたいと思います。ででん。はい、ということでガンダムハンマーさん、見て曲がってる。この辺でやったら分かりやすいかな。なんとか曲げられることができました。こちらね、そう、前の動画で折れてしまった方からまずちょっと練習しようと思ってやったんですけど、なので、はい、塗装もしてこんな感じになりました。よかったです。なんとかできてほっとしました。本当にあのろうそくでしたらいいよってコメントで教えてくださって本当にありがとうございます。おかげさまで。ちょっとまあいびつなんですけどね、なんとかなんとか作ることができました。うん、おやおや、でも塗装した後ですけど、ちょっとゲート処理が甘いですね。はい、こんな感じ。完璧。まあ、このね、持たしたところはお写真を撮って、ちょっとたい焼き食べたいさんの旧キットと今風キットミキシング鑑賞会、そのお写真を撮っての公開になるといいなと思っております。皆さんぜひなので見ていただけると嬉しいです。どうどう、ほんと。そして告知がございます。なんとコラボライブ配信が決定しました。はい、私の YouTube チャンネル登録者数1000人突破記念コラボライブを、あの覆面モデラーテルオびっくりにお願いをしました。はい、配信、ライブ配信の方も、テルオ配信になるんですけども、まあ私がね、からの、やっぱゲスト扱いされたいから、っていうので、お願い、やってよ、みたいな感じでお願いして、11月1日、日曜日、ハロウィンの翌日ですね、の日に、コラボライブ決定しました。ぜひ夜の9時からなので皆さん、ぜひ見に来ていただけると嬉しいです。それで、
あのテルオのねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。まだ何するかとかで全然決まってないんですけど、とりあえずあのコラボライブしたいっていうだけね、あのはい、はい、その申請がね YouTube さんから OK もらえたらライブ配信自分のチャンネルなんかやろうかなとは思っているので、もしぜひその時に見ていただけたら嬉しいです、はい、ということで今回の研究結果、ガンダムハンマーさん RX78 にガンダムさんに持たせることができました。研究成功。はい、ぜひこの動画良かったよと思ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではぜひまた次の動画も見てくださいね。それでは